お疲れちゃんです、ラットです。そして変容はあけんつめしあです。そしてあやっちゃうよ、ライキジョーンズです。さあね、ぎこちない、ぎこちない、もう初手からやばいということで、ケンツとライキさんと今ね、はい、同じ部屋といいますか、ファブカップがあってその後にね動画撮ってるんですけど、はい、まあ、負け作19日目かな、はい、やっていくんですけど、ちょっとこの2人にね、まあ、応援してもらいながら、いいの、いいんですか、はい、いやそれで負けたら削除でしょ。負けたら削除っす。え、いつも結構集中してんの？ガチもう無言とかもあるよね。なんかこれさ、俺がさ、やっと割りかしてさ、いや負け出すわっつって俺ら炎上しない？いやそれはもうケンスとライキさんにとっつってください、皆さん。そこ保証してよ。じゃあ本当に皆さん、これはもう僕がね、あの負けたの僕が悪いので、この二人にはね頼んで、ちょっとなんか、はい、一人じゃ怖いから見ててほしい、うん、ガットが、まあ、かわいいやつなんで、ね、そこまで言ってないけどね。まだトッツルのとこはあのやめてくださいね。概要欄にあのチャンネル貼ってるんで、チャンネル登録とかはしっかり見に来てくれる分には全然いいですよ、はい。なんかそこは受け入れますけど、あの暴言とかやめてくださいね。ちょっとそこは苦手なんで、じゃあもうあんま悪い視聴者で遊ばないで、ほんとに進まないんで、ちょっとやっていきます、はい、でちょっとセールは買っていいっていうルールなんで、ちょっとセール来てるんで、はい、一旦全部買います。はいはい、お願いします。はい、ということで課金したんで、もうこの辺のねセール全部使っちゃいます。はい、デッキ、それデッキはね、そうこのメガナイトコカツを使ってるんよね。ちょっとインドラをあげます。え、そこら辺とも格上がいいって感じ？いやー、俺のねメガナイトが13だから、たまに格下を狩るんだろう、狩るんだよね。最低じゃん。格下狩りとかいいんだ。許されるんだよね俺は。いやもう怖えよ。ちなみに前の負け作はトロフィーいくつまで？前ね、5100だね。5105ぐらいで多分散ったんだよ。そうだから結構いいとこまで来た、ね、今回もう本当にガチで最多更新できるかどうかのガチいいとこ行って。展開まで行こう、マジで。マジで。いや、展開無理やろ、負け作は。ガットだけいけるじゃない。自信持ってもらえない。うまさとか無理関係ねえから。次スナイプしに行くわ。最低。それは取られても文句言えない。確かに。じゃあユネも仕上がったから、はい、これでいきます。普通にマジで、ま、割とマジで勝ってほしい、うん、本当に負けるとかマジでやめてほしい。そういやニヤニヤしとるやん。いや本当に気まずい。よしマジで本当に俺マジで静かにするから。48です現在、そうタレビ10なんで、まあ1個上ぐらいは余裕ですね。10かもう勝ったか、うん、1個そうなんだ。やばいガチ高い、取るじゃん、ほぐ本当だ。このガットのメガネとクソ強えな。だからさっきバレルも13になった。メガネと13レベル。13は高い。はいはい。うわぁ。結構煽ってくるな。はいはい。これがね、うん、隠したがりなんだよね。あ、なるほどね。え、結婚負けそうになったりする？いや、するする。もう余裕だった。まずそこ編集でうまくやったんだ。いやいや、誰が隠蔽やろうよ。うまいもんな、だって。5回目やろ。ああ、これメガナイト美味しそう。いや、届かんな。ギチギチに届かん。いい言うの。ああ、うまい。はい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 。メガナイト寄るんか？おい。おいはいはい。おい。めっちゃいいじゃん。うまいじゃん。で？おいはいはい。スキルが来て。おい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 。はい。いや、もっと盛り上げてこい、ガット。おっと。え？そんな感じ？え、普段のその負け作のラットのテンションあんま分からへんだよな。うん。え、見てる？ライキ。いや、俺も見てない。どんな感じだったの、いつも。そんな無言じゃないやろ。いやー、普通だよ、普通。それ聞く？何恥ずかしがってんだよ、お前。ダリー、こいつら。この二人ダリー。聞かしてくれよ、俺。ダリー。あれ。よしよし。これはもう勝ったっすね。本当？え、勝っただろ、どう見ても。でまだ勝ってたら3くらい取ってるはずなんだけどさ。まだ勝ってない。うん、やばくね、やばくね、やばくね、うん、え、うん、わあ、そんなやばくないやろ。無駄に盛り上げるな。無駄に盛り上げるし、もうちょっとあったやろ。ガゴムゲの処理難しいからさ、もうちょっとあったやろ。ちょっと怖かった今。怖かった。バレグレベル高すぎん。マジでいっちゃいやっちゃいけんやろ。メガナイツとバリューのレベル高いのマジで一番あかんくない？いやでもね、勝つためにはね、しょうがない。あ、いや、うまい。うまい。負けないじゃん。うん、
結局負けないんじゃん。いやでも不意に来んのよマジ。最近そのここら辺のトロタイを通過したのよ、うん、その違う企画で、はいはいはい、なんだけどガチその5000から5100ぐらいで、うん、不意にカンストが来るんよ。やばい、だから怖いんだよね。いやそう本当にここら辺マジ余裕すぎて負けらんないっすみたいに言ってて負けたから。はいはいはい、だから舐めてかかるともう初手ランバルとかで1本られちゃう。マジか、格上きついよな俺。だって俺も格上が移動さ12ゲルゲトイツやってんのよ、はいはいはい、でタワレベも12なんだけどマジで6000までがマジできつかった。あそうだよね。5800ぐらいから普通に2時間で待ったもんやばいよな2時間はやばいね。格上に勝つってさ普通なんかクララのうまさじゃどうしようもない時あるよな。まあ、ある。そう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 、相棒タルだもんな。なんかネクロとか出てきたらやばそう。うん、いやもう負けたくないから負けないようにだね。ああ、だいたい相手のデッキ8枚分かってから。うん、やるけど、ね、確かに。なんか結構守りのカード多いもんな。本当や、全然タイブレイク見れるデッキになってる。え、これはラットが自作で作ったんだ。いやもう自作で変えまくって、ラットらしいな。なんか変えまくって変えまくってたどり着いたのがこれだよね。確かに、ガッとなんか墓石でしっかり待ってから行く。バレルとファイボだけで削ってタイブレイクで勝とうとしたの。確かに負けないためにね。ライトの記憶はどんなデッキ使ってんの？テンプレ？俺はそう、ペッカだった。いいなぁ。枯渇とかバレネクロが来て散ったんだよ。あー確かに、どうしようもないとな。勝ちましたね。おい、はいはいはい、意外とそうなの、すんなりいくんだよね結構。けど、うん、たまにマジで周りに来んのよやべえのが。なるほどね。だってこれさ取るときにさ、うん、ラットがだって取る前にめっちゃ緊張してたもん、うん、確かに。本当に負けられないからっつって負けたら一発勝負だからな。確かに、まあでも大丈夫そうだけども、うん、あこれ今日はもう大丈夫そうかな今日ね、うん、えいつも何試合すんの？いつもね、いやもう6、7ぐらいするね。へえ。まあ5試合ぐらいでちょうどいいかもね。まあでもいけそうじゃね。見てて危ないとこないしな、うん、もう格下なんで見ててちょっとなんか暇すぎてちょっかいかけたくなってるけど、それで満たされても。確かにこれでちょっかいきっかけで負けたらちょっとね、急にペッカ14とか出てきてで、やばいんだけどやばいんだけどっつったら、え、マジごめん普通に明日も、明日起きても謝るもんか。LINE までしちゃう。この間の件なんやけどさ、つけて。ほんまにごめんな、つけて。こっちも気まずいやつね。ね。そうそうそう。なんもしてないのに、もうメガナイトで入ってるからね。俺もなんか、申し訳なくなってくる、二人に。こんな余裕かっていう。じゃあなんか面白い話してよ。いやもう、えぐ怖すぎるな。考えられる中で一番最悪な雰囲気。さあこれはメガネとか、いやメガネ強い強いな。これ相手がしたらもうこんくらいのヤークスでくれ。確かにね。ここで、あでもそっか、なんかタワーあれだよね、レベル1個差しか出ないみたいなさ。うん、いやそうなんですよ。だから、ね、タワーがね、多分僕上げると、確かにパワータワー今パワーってイヤー筋肉やないかい。今パワー本当にパワーって言ったから普通に筋肉なのかな。俺がタワーの話したのにパワーでしたけど、いやーって言ってるちょっとできないから、めっちゃっちゃんとしてめっちゃおもろい。ちょっとやった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 やばい。もうやっと積もったらもうダメじゃん。ちょっと怖いんだよこれ。来た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 、買い取りに来たわ。こういうのがやばいんだよねマジ。え、1回の動画で大体14見る？お、やばそう。いや、結構いいな。14はまだ見たことない。13はね、見たことある。ええー。いや、これ結構高い方だよ、普通に。あれ、でもこれなんか。相手からしたら、あれ知識量。相手ちょっとやりすぎたんだよ。これ攻めすぎだったくない相手。よし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 、でけえ、マジで。ユニゲメやんか。おい。2人目で勝ってんな俺。コメント欄と同じこと言ってる。あ、そうなの。
だからたまにね叩かれるんだよな。隠したがりして楽しいですかみたいな。あ、そう、本当にそう。いや余裕やん、笑った。それじゃないね、うん、うん、分かるけどさ、もう俺もまあ俺も思った、分かるけどね、え、うん、あ、メガネ13度、お、一緒じゃん、うん、同格だ、同格、やばい、ちょっと待って、うん、バゴムベ、おい、ちょっと上手くてね。なるほどね、はい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 。あ、なんかそれっぽいデッキだね、やっぱ結構、うん、ガゴムレとスケブとウィザードと。でもさ、俺のさ、格上狩りとさ、メガナイト、コウモリ、スケ、インドラマで一緒で、ああ、そうなんだ。あとヤナーメライトニングのマジアチャラムライダー、メガラムなんだよね俺、あのカンストホグとバルーン強すぎて。そう、あ、じゃあ結構一緒なんだもん。一緒、メガナイト、コウモリ、スケ、インドラ、多分マジで大事だと思う。あ、4枚一緒なんだね。来季も一緒じゃね、ペカ工場やったら、ファイボだけ。あ、全然。どうする、ファイボ必要やもん。ファイボがやっぱ格上には必要だったりするからな。確かにね。確かにじゃない、ね、確かにじゃないんだよな。何を納得したの。だいぶ気づけたんだ俺。しかもノーダメなんだよね、やっぱ守り硬いからさ。何がノーダメ？俺のダメージがノーダメやん。ああ、なるほどね。他夏の方か。よしよしよし。もう負けないこと大事だからね。いやー、いいね。いつもこれなんか動画中何喋っとんの？もう余裕だったら、うん、編集でカットするよ俺。あ、そうなんだ。そう、ちょん切ってる。じゃあここ全部ちょん切る？今日も全部ちょん切る。俺が結構頑張ったのに。マジそれ。大丈夫、全部使うからもう安心して、本当に編集いらなくて楽だわ今回。確かにそうじゃん。いや、そうなのよ、使いやすい。ラットが課金したとかも編集やんな、うん、そこはいる、危ない。え、ガチで流え、これ流していいな、流すかね。2人がいいな、流すかね。いいよ、え、全然いいよ、うん、本当にパスワード出てんのラットじゃん。いや、もう出ない、出ないとこだけ一瞬こう、ここもカットします。チン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 。俺ら別に出ても恥ずかしくないこと言ってるつもりだから、うん、いや恥ずかしいんだよね普通。なんて言った俺ら。俺に言わすな。あれ可愛いのね。まだそういう年頃かよ。ダリーガチでダリー。あー、矢の目で処せぐと。バレグ14にしたくね、マジで。いや、したい。もうあの、秘伝書指南書、うん、あれ欲しいよね。ウッドでしょれないぐらいまでいけば。ガチの格好だ。でも俺、なんか、ロリババで消せないよ、カンストバレル。あ、そうなんだ。12レベルじゃ無理だった気がする。あ、2個差か。そう。2個差、確かに。なんかでもダメージ負けてるんだよね。タワーのレベル差か。パワーって言った。待って待って、言ってない、ちょっと待って、一回やばいかも。ハンターバルキーしよう。パワー、ちょっと。筋肉出てきた。やばいやばい。待って待って、ガチで。マジでやばくない？本当に、いや、結構やばいんだよね。でも、スケが。いや、マジでスケ強すぎ。うん。まあ、待って、中で、え、本当に、一個で黙るね。うん。一回ね。うん、じゃあ俺らも黙るね。いや、そこは喋ってくれや。じゃあ俺も黙るね。喋る喋る。まあでも、まあいいけど、でもエレキさ、嫌じゃね。いや、エレキいたらだるいよね。マジで、インドラ使ってるものからするとエレキ嫌すぎてやばいわ。嫌、うん、だな、これ。これ嫌だな。これ嫌だな。ネタマシーな。嫌だな。ちょっとうまいやん。え、待って、俺タイブレイクもこれ負けになんだよ、俺。本当に笑えないかも、これ。私、笑えねえ。何も通ってね、笑えねえ。黙るわ。いや、それは俺がな。ちょ、待って、待って、待って、ちょ、待って、グッチやばい。グッチやばい。バルキリースケブでしょ？サイド変えるわ。確かに。マジで。これ、バレル入んないぞ、だって。てか、橋前プリンが。いや、いやらしい。いやらしいな、これ。2発しっかり入ってくる。ああ。あれ？俺、マジやばい。許してくれません、相手は。おっと、あ、だいぶ後ろだから。
はいはい。いや、めっちゃなんか攻めがいい。やばい、ね、相手の。待って、マジ負けたかも。あれ、バレル守られると攻めれないんだ。めっちゃいいやり。うん、お、ペッカいない。お、スキブ消えた。いや、熱い。これやだめよ。あ、使わない。いや、ただ、さ、これはすれば、これは熱い。熱い。いい。これどっちか通る。いいよ。いいよ。いい。いやー、よっしゃ、でけえ。パワー。パワー。じゃないですよ。いや、マジで怖かった。本当に怖い。怖いっしょ、やばいっしょ。怖い怖い怖い。普通に。結構やばいっしょ。怖かったわ。うん、ね。普通にコラボしてるときに負けかけたから。やぶねー。いや、マジで怖いんだよ。もうやりたくないんだから。まあ、でも、あと1回ぐらいは。よし。いいんじゃない、まあ、あと2000で5000なんで5000いって。おっ、でもマジ怖いな。うん、怖いな。なんかバレル守られると通んない。やばい、なるほどね。泣きそうになっちゃう、ね、今なんか普通に普通に負けそうな俺らもなんかやりすぎてこう怒られた時みたいな、いないふりしちゃった。そう雰囲気感じだな。しかもラットだけならまだしもさ、俺もレキも見ててやばいなってのが分かるからさ、うん、空気がガーッてねそうなんだ。いやでも8枚目がないとさすがだね。うん、さすがに待ったな。まだな。お休みの人いる。あれ、親フラ。ああ、なんやね、出てきたわ。親フラ終わったみたいなタイミングええな。え、強いよ。13親フラ引くほど入ってるね。定期的に多分あの寝ながらやってて親が入ってきて、で、ウィザードジって頑張って出したけど、もう一回、あ、何してんのって怒られてるわ、これ。本当にそうだ。いや、めっちゃ美味しいじゃん。あ、勝った勝った勝った。たまにこれラッキーもあるよね。初手芸じゃね、これ。うん。急になんか冷たくね。さっきまでの何親フラグとか言って。メガナイト出しちゃおうぜ。ありがとう。これメガナイト行っちゃおう。絶対。絶対にもう寝てる。絶対通るから、これ。ウィザードだけ残したの思うけど絶対になんか忙しかったやろな電車の乗り換えとか、うん、本当にウィザードだけ出てきた。としてウィザードだけ出てきてるもん何かメッセージがあったこれは。いやー、美味しい。でもこれ、あ、次かと思う。5000じゃん。5000です。え、熱っ。お、しかもこれワイルドカード。何にあげるのそれ。インドラかな。もうインドラあと5枚とかを頑張るぐらい。インドルか、うん、え、クラルアパスは課金していいのこれ。していい。じゃあ指南書で、あ、もうメガナイトに使ったの。そう。あ、そうなんだ。で13までぶち上げた。なるほどね、そういうことか。そういうことか。他はもうなんか気合いだから、他が全然仕上がってないよね。確かにな。そして5000です。勝てば。さあ、ラスト決めちゃってください。でもよかった、マジで今日負けなしで。うん、かったね。いや、まだまだやってるから。負けるかなと思って。ちょっと、あれ、負けたかな。はいはいはい。しっかりやげよな。ちょ、まだやってる。まだ始まったばっかなんだよな。ガヤがね、すごい。ちょっとどころじゃないかな。あれ？俺8は。これ多分、うまい、うまい族、うまい族。確かに、ここにいるもんな。いや、なんかが14みたいな。他の栄養すべて吸収してあげたいけど、俺。14のホグとか来る。これ、指南書全部つぎ込んでる。ホグ怖いんだよな、マジ。でもレベル低すぎるよな。いや、低すぎる。低いんじゃ。うん、低いな。緊張してる？全然。まあ。ああ。ん？栄養高いの来たわ。お前らかね。多分お気に入りだろ。ネクロね。いや、終わったやん、これもう。他の栄養。ネクロにだけ。ん？ん？あれマジで差がすごいね。いや、すごいっしょ。だから、うん、一戦一戦気抜けないんだよね。さっきのひぎついたな。普通にちょっと怖かったもんね。いや、マジで俺も本当にここでだけは負けたくないと思いながら。いやー、こんなに重い。しゃー、5000です。すごい。うまい。うますぎ。いや、
思ってなくて草。いやマジでうまかった。うん、うん、本当に。いいよいいよもう。そんななんか褒めなくても思ってもないのに無理して。普通かなは。うん、あ待ってレジェンダリーの来た。えすごくね。熱い。やばいやんレジェンドって。いやもういいからそれ。同剣。え同剣すごくね。好きやんもうみんな余裕やん。今って読みして。もういいやろ同剣。やば。もうなんやもうこれもう終わるよ。本当にいいよ分からん本当に。じゃあこのセールはね。もう終わりたいのでこれちょっと次回開けます、はい、次回ねこれ開けるとこからいきましょう、はい、もうガヤがすごいんでね、うん、楽しかったいや楽しかった本当によかったよかった負けなくて、2人のねもうシャーなしでガヤラン貼ってるんでそっちのチャンネルでも撮ってるんで3人の仲良く撮ってますからねこれね仲良く撮ってるんで、はい、あの僕別にいじめられてないんで大丈夫ですか皆さん怖いこれもういじめてるやつのいじめてるやつのもう口調がいやでも今後も応援してるよ、うん、ぜひ本当に8000押してたよもう無理やんけ8000絶対絶対無理やんけ頑張ってください無理ですけどはい、はい、ということで終わりますチャンネル登録もお願いしますありがとうございますではお疲れ様ですよしありがとうございますお疲れ様です